はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。マイナカードの影響ですね。まあ、マイナカードと保険証と運転免許証が一体化する影響について、セコムが解説の記事を出しておりました。ズバリですね、在日外国人に対する影響っていうタイトルで、まあ、このように記事書いてるんですけど、記事の要約なんですけれども、旅行者以外の、住民登録した外国人にも交付、その人が帰国する際には自治体に返却すること、再来日した場合は同じナンバーが割り振られ、新しくカード作るかどうかは分かんないですけれども、同じナンバーでずっと行くと、一回ナンバーもらったら、ですんで、一旦帰国で前歴をリセットできない、通名と本名記載、帰化した場合も元の国籍を記載する、これにより帰化申請が増えているが、帰化条件に素行が善良とあり、税金滞納や前科、交通違反などがあると審査に影響するだそうであります。ネットの世論です。事実上の通名廃止みたいなもんか。反対してるおぱよさんたちは本名を隠して生活してるのか。通名いくつも作って補助金何十ドリもできなくなるもんな。本名で生活保護もらって通名で働けられるからな。通貨外国人生活保護やめえや。通名自体廃止にしろ、差別だろ。通名自体廃止はちょっと後から言いますけれども、なかなか難しいみたいですよ。なるほど、スパイどもにとってはこれは死活問題だわ。知り合いの中国人もベトナム人も本名記載に何も問題もないと言っているが、本名を調べると都合悪いことでもあるっすか。これに反対している人は後ろ暗い人だと思うわ。死活問題、それは大反対するわ。いつも民族のアイデンティティがどうとか言ってるくせに堂々と本名を名乗らない謎。でもなんでもないんですけどね。外国人だけ複数の名前が持てるのは日本人差別、というような意見もありました。前科や交通違反や税金滞納があると帰化審査に影響するって。で、職場とかに、外国人であることを隠しておけねえから帰化申請が急増してるって話なんですけれども、しばき隊活動参加はどうなんですかね。まあ反政府活動っていうかね、国葬反対デモに参加とかは、影響するんでしょうか、帰化申請に。マイナカードは国内パスポートですから、本名記載は当然ですよね。通常の外国人の通名の場合、本名エリザベス・アレクサンドラ・メアリー、通名エリザベス・アレクサンドラ・メアリー、これエリザベス2世、この前死去された、彼女が日本で役所に用事がある場合はカタカナでエリザベス・アレクサンドラ・メアリーと書く。本名読めねえ、全然ロシア語は。通名エフゲニア・メドページは、これはスケートの選手、可愛い子、なんですけれども、日本に何回も来てますね。役所で上のキリル文字っていうんですか、書かれても読めねえからカタカナでメドベージェワって書いてもらう。本名、これなんか全然読めませんね。通名ウサマ・ビンラディン、ウサマ・ビンラディンが日本国内で、生活するとは思いませんけれども、役所行って上の文字書かれてもさっぱりわかんないじゃないですか。仕方ないからカタカナにしたこの名前変えてもらうんですよ。全然読めないからね。これが普通の外国人の通名なんです。でね、まあ金日成、って書いて向こうではキム・イルソンって発音するらしいんですけれども、日本では金日成って、これもいわゆる通名ですわね。チョン・ドファンって昔大統領言いましたけれども、日本で報道されるときは前途官、これもいわゆる通名ですよね。こういうんじゃなくて本名と全然違う通名使うのはあれらだけなんですわ。例えば木下金田安田
新井、伊藤、伊藤はユンですね、ユン。安田はアンさん、元は、なんで安田なの、コインじゃなくてね、普通の外国人の通名は本名をカタカナにしたものなんですよ。これを通名だから、通名廃止はなかなかできないんですけれども、役所でね、この何ですか、アラビア文字っていうんですか、書かれても役所の人困っちまうべ、これ全然わかんない。禁止されてる外国人政治活動をやらせていると、親本名で生活保護をもらい通名で働いている人、つまり不正受給ってことですね、所得を隠し脱税している人、複数国籍を持つ議員、真っ当でない日本人、真っ当でない外国人。真っ当な外国人は本名をバレても、全然構わない、何の問題もない。こういったらがですね、国内パスポート普及に大反対してんですね、要は後ろめたい人ってことですよ、都合悪い人、多重国籍議員多数と思われる共産党 C 和夫ももちろん大反対であります。なんだっけな、田村智子っちったっけ、共産党の幹事長田村だっけとかね、あと都議の米倉、名前忘れちゃったけど、この二人すごい兄弟かと思うぐらい顔似てんですけど、どうもね、二重国籍持ってそうな あれなんですよね。まあ顔のこと言っちゃったら悪いですけども、まあもちろん大反対、連日ツイートしてはる、10月15日今日ですね、 C 数をマイナンバーカードが普及しないのは政府が信頼されておりず、情報流出や悪用が怖いという不安が強いからだ、乱暴なやり方が不信を一層広げることがわからぬかなんて言っちゃってますけど、ネットの意見です。保険証の不正利用ができなくなるから嫌なんですね、政党なんだから反対するなら代案出すべきでは、中国共産党日本支部が反対しているなら賛成が正しい、共産党の方が信用されてませんよね、それはあなたの妄想ですよね、持ってる人が過半数超えたのに普及しないのっておかしいだろ、乱暴なやり方のちってっけど、共産党は暴力革命目指してんだから、どっちが乱暴大好きなんだか、暴力革命目指してる方が乱暴なんじゃないの、不信を一層広げて不信の塊共産党の方が、に言われたくない、お前らにそれ言う資格ない。やはりここでも何か言ったら、パヨが何か言ったら、お前が言うなってまずはそれ言うっていうのが通用しちゃいますね。しかし平気で嘘つきますね、C 和夫ね、我が党議員が多重国籍がバレてしまうって焦る気持ちはわかりますけれどもね。公文社フラッシュも反対記事、なくしたらどうすんだーみたいなことを長々書いてありますけども、なくしたっての、知らねえよんな、もんなくさねえように大事に管理しろって、みんな持ち歩いてるですね、スマホだってマイナカード以上の情報の塊でしょ、それなくしたらどうすんのっつって始まんねえじゃね、だから持つなとかいうのね、みんな持ってますよ。そりゃね、中にはね、ちょっと注意欠陥障害とかで、10回もなくしちゃったスマホみたいな、そういう人もいますけれども、普通の日本人ならですね、マイナカード以上に、Google や LINE に情報握られてますよ。Amazon とかね。なんか買い物したら、住所、氏名、携帯番号、Amazon に知られますよね。さらに、どんなものやことに興味を持ってるか、買ったものから分かっちゃいますよね。キャンプグッズばっかり買ってたら、あ、キャンプ行ってんのにこの人、の予想つきますよね。出先でカード使えば、通ってる店もですね、何に金使う人かも知られちゃう。フランス料理が好きなんだこの人は、とか、イタリアンとか、寿司が好きなんだこの人は、分かられちゃうね。さらには、検索履歴で、好みのタイプ、性癖まで知られてますよ。Google には。皆さん、ああ怖いなんかああこの人は年上好きなんだなとかですねああこの人はお尻が大きなタイプが好きなのだなとかですね、知られちゃってますよね。
ああ怖い怖いな。こんな無理やりの記事で洗脳ができるといいですね。フラッシュはね、まあできないと思うけどね。連日吠えている共産党と比べ最近影薄くない？って、立憲を心配する声が議論がネットで起こっておりました。産経新聞が発端なんですけどもね。共産党は沖縄やら統一の話題で大暴れしてるけど、立憲は何してるんや、影薄いのはずっとやぞ。なんか何でもすごい及び腰なんだよな。泉は代表辞めないの？陳さん全然見かけんな。立憲ってなんでジェンダーやら LGBT やらの政策しか出せんの？もう政権奪取する意欲も感じられん。なんか都合悪いからおとなしくしてんだろ。蓮舫と辻元がはしゃいでるだけの印象。内閣ごっこにも国防担当がおらんしな。共産党と組んでからなんか急速に衰えた気がしますね。連合政治部はですね、連合に逆らっちゃダメだろ。そんなのはいくらね、連合のね、あの自治労日競争通信労連、放送労連、郵便労連が応援してもダメですよ。参院選の立憲の比例票はですね、677万2000票でした。連合のホームページ今確認したら組合員700万人だそうで、あれおかしいぞ、組合員は全員入れてないぞ。家族、組合の家族やら知り合いにお願いしてもらったらもっと票入ってもいいのに、700万人が応援してるんだから、なんでですかねっていう話ですよね。連合が左翼の常で勢力を持っている、700万人も実はいないか、組合員も投票しないか、どっちかでしょうね。実は私、いやいや自治労幹部やらされてる方、知ってます。しょっちゅう情報もらいます。なんか泣きながらお願いされたらしくて、いやいや自治労の幹部やってますけど、そういう人は当然立憲なんか投票しませんしね。EU 政府ボレロ外交安全保障上級代表、イコール外務大臣が、ロシアが核を使えばロシア軍は全滅する、ブラフではないと発言いたしました。世論です。めっちゃ煽りよる。ええー、ぞ早打って全世界滅びよう。つうかなんでロシアはいつもこんななの。超大国から落ちぶれたもんよな。ロシア軍を全滅させるとのことなんですけれども、これウクライナにいるロシア軍限定なのか、ロシア国内にいる軍も叩くのか、ロシア軍を消滅させたら結局ロシアって国いなくなっちゃうけど、そこまで行くのかちょっと謎であります。全部ウクライナに出払ってて、もういないけどね、ほとんど大部分。ウラジオストクにいる極東軍も全滅してくれたら、 EU と NATO と米国がしてくれたら北方領土奪還のワンチャンですね。つうかロシア対全世界大戦開始で自動的に日本戦後レジームから脱却になりません。これ、いつまでも敗戦国だったの卒業するチャンスでは、次は戦勝国になってさ、我々が戦勝勝った側に来るわけだし、敗者はロシアで、あと70年ばかし敗戦国っつって、いろんな国に賠償してもらってですね、そうなったら77年前のことをいつまでもぐじ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 言ってくる中国と韓国ぶちのめすしかないっすな。戦勝国側になれたら、その前に9条廃止とスパイ防止法と利的罪作っとかないといけないんですけどね、国内で、放棄されると困りますからね。というわけでメール党員さん大募集であります。筑紫部長さん大募集であります。日本は超固体である、買ってください、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。